の威信をかけてやべっちと伊集院さん、リカちゃんの芸方軍団が最新ゲームで大激突するぞ。見逃すな。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さて、今週も最新のゲーム情報を中心に、はい、デジタル情報なんかもお送りしているこのゲームカタログ2なんですけれども、はい、さて今週は今週のゲストはですね、矢部美穂ちゃんがスタジオに遊びに来てくれました。ヤッホーヤッホーはいいんだけどさ、君ゲームとか下手だろ。大好き、うまい。嘘だろ。本当ですよ。そんなボートじゃない。敵とか来ても避けねえじゃん、どう考えても。避けます避けます、バンバン。手さばきがね、鋭いんですよ、私は。結構ね、リカちゃん、夫から彼女とはね、ずいぶん仕事をしてきたんで、うん、割と性格知ってるつもりなんですけど、嘘つきです。基本的に、基本的に嘘つきです。ライアーライアーって感じ。下手です。すっごい正直ですよ、真面目だし、いい人だし。私久しぶりに会っても小さいね。いや、ねえ、華奢だよね。そうですか、まあ、ヒール履いてるんでちょっとね、高く見えるかと思いますけど。テレビ見てる人はちょっと分かんないかもしれませんけど、うん、僕これね、あの4メートル後ろにいますから、うん、横に並んでませんから。そうよ、それは。ね、まあ、矢部ちゃんが本当にゲームがうまいのかどうかって後ほどのコーナーで分かりますんで、よろしくお願いします。はいはい、ね、あ、よろしくお願いします、はい、まずはですね、今週のこのゲーム、最新ゲームをチェックするこのコーナーからです、どうぞ。さて、リカちゃん、はい、安室ちゃんの結婚式にはあのスーパーモンキーズの帰っちゃった人たちってのは呼ばれるんですかね。そんなこと今気になってなくていいんです。じゃあ、はい、それは後回しにして、はい、今週ゲームを紹介してくれる人を教えてください。はい、週刊ファミ通編集部のローリング内田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ははい、3本持ってきました。はい、じゃあどうぞ。はい、ネクストキング、恋の千年王国というゲームです。見てください。はい、自分がですね、王子様なんですけども、まあ、王様になるためには女の子にモテなきゃいけないということで、いろんな女の子とですね、恋愛をしながらですね、いろんな女の子と恋愛をするんだったらただの浮気者じゃないですか。浮気者。そうなんですけど、その中で一人を、まあ、見つけて一緒に冒険行ったりとかする、まあ、ボードゲームプラス恋愛シミュレーション。通常のフィールドはサイコロを振って、まあ、いろんな女の子のとこに行って声をかけて、で、まあ、1週間になってるんですけど、月曜日から水曜日までは女の子に声をかけて、それで、金土日って言って冒険に行くんですけども、その冒険に一緒に行く女の子をハントするわけですよ。おお、金土日っていう週末がなんかいやらしいですね。で、いろんなとこにですね、島とかですね、いろんな森とかですね、冒険に行くんです。うわ、女の子と森に行くんですか。いや、いいですね。いかがらしいわ。はい、次です。はい、次どうぞ。これ伊集院さんも、イエーイ、プロサッカー、J リーグプロサッカークラブを作ろう2です。ワンめちゃくちゃ面白かったですからね。そうなんですよね。で、要はこれ、サッカーチームを、の経営とですね、あと選手の育成をしていくというゲームなんですけども、これどういうとこが違うんですか、変わってるんですか。これはですね、前回は、自分で選手をエディットできなかったと思うんですけども、今回、まあ、選手、オリジナルの選手をエディットできることになりました。つけられるチームメイトが増えてる。そうですね、いいですよ、これは本当に。僕と電気グルーヴピエールたちもめちゃくちゃハマりましたからね。ハマってるんだ。あと巷で聞いても、その1はもうめちゃくちゃ面白かったんで、2はかなり期待します。3本目は3本目、実際遊んでもらうゲームなんですけども、コナミアンティークス。コナミアンティークスというゲームです。はい、これは昔のですね、MSX っていうゲーム機覚えてます。ありましたね、人々のヒットビットとか。そうですね、MSX って企画があって、いろんなメーカーからそのゲーム機、パソコンなんですけど出てたんですけども、でそのゲームがですね、そのコナミのゲームが遊べるようになってます。タイトルをざっと上げますと、コナミのボクシング、コナミのピンポン、モピレンジャー、ハイパースポーツ2、ER カンフー、ロードファイター、スカイジャガー、グラディウス、あと、グラディウスの、続編ですね、ゴーハーの野望、この10本入ってます。結局南極も入ってますね。大冒険ってね、多分今見ると絵とか笑っちゃうと思うんだよね。結局南極やってみる。やってみようか。なんかすごい反応が遅いんだけど。なんかね、でもこれ楽しかったんだろうな俺な。楽しかったんだろうな俺、秋葉原の山際テクニカでこのゲームやったもん俺。あー楽しかったんだろうさ。今のゲームと比べちゃいけないんだよね。この時に俺は何をやってたっけっていうこととかを含めて面白いんでしょうねこれね。
格闘ゲームの元祖 ER カンフーが入ってます。お、ER カンフー行きましょうよ。ER カンフー行かなきゃダメですよ。伊集院さんこっちでしょ。俺このあちょあちょ出た300点です。今のは 今のは今の何連コンボとか分かりませんけど300点です。100点です。これね、ボディスカイとかね、やったよ、これすごいやったよ、うん、知ったらゲームセンターエースの親父がさ出た出たエース出た出たよ。カップヌードルのお湯がすげえぬるいんだよ、あの店なんかすごいムカついたの覚えてるよ。めちゃくちゃカップヌードルの、どんどん蘇ってくるじゃん。蘇る蘇る。これやっぱあれなのかな、お父さんとかがさ、この、うん、もう15年ぐらい前でしょ、うん、12年ぐらい前か。お父さんとか、お父さんが高校生ぐらいの時はこういうゲームだったんだよなんて、これいつ終わんの。え、倒しゃいいんですよ、やつを。やられちゃったし。リカちゃん覚えてるゲームってある、この中で。私はね、なんだろう、グラディウスとかぐらいかな。グラディウスも MSX 版のグラディウスですから。あ、分かんないね、うん、じゃあ全然違う。全然違います。グラディウスはね、梅の湯の横のねコインランドリーと一緒なんかゲームセンターにあったのよ。これでね、マーちゃんっていうね、すごい背がちっちゃいやつがいてね、今も仲いいんだよね、うん、先月結婚したんだけど、マーちゃんね、うん、マーちゃんがね、なんかね、うん、あんまりうるさいんでね、うん、ちょっとこいつもううるさいよって言うんでね、うん、乾燥機の中に閉じ込められてたね、よく。そしたらマーちゃんハムスターみたいに回ってたよ。もちろんスイッチは入れませんよ、スイッチは OK がしちゃう。そうよね、びっくりしたわ。で、乾燥機中から出すの忘れて帰っちゃったりしてましたからね。あらあらあら、いけない過去が。 MSX 持ってた人にとっちゃこれすごいんだろうな。俺 MSX 持ってなかったからな。タクティカルカードゲームアルカナストライク。物語は主人公がカードの世界アルカナへと導かれるところから始まる。家庭用ゲーム機で初心者からマニアまで本格カードバトルゲームが楽しめるこのソフト。プレイヤーの目的はアルカナにある6つの国を巡り、アルカナカードと呼ばれる伝説のカードを解放することなんだ。なんとカードで召喚できるモンスターを育成することが可能。さらに6つの国にはそれぞれ属性があり、戦闘に影響を与えるぞ。アーケードで大好評だったレースゲームの移植版、セガツーリングカーチャンピオンシップ。過酷なレースをリアルに捉えたこのゲーム、サターン版ではアーケードサイドとサターンサイドと呼ばれる2つのサイドが用意されている。もちろん選べるモードも充実。アーケードでやり込んだ人にも楽しめるぞ。用意されたマシンは全部で4種類。セッティングもできるので自分のオリジナルマシンで走れるぞ。今週は矢部美穂ちゃんをゲストにお迎えしております。はい、うん、まあ矢部さんそう、なんか他人行儀じゃない矢部さん。そうですよ、矢部っちってすごいのよこの人。何何何、嘘つきで。嘘つきじゃない、ね、正直ですよ。絶叫マシーンに乗りに行くロケがあった時にね、うん、私はもう絶叫マシーン任しといて、うん、で俺はヘルニア持ちだからそれはダメですって言ってロケに行ったのに、うん、絶叫マシーンを前にして半べそが来ましてね、うん、意地でも乗らないって気がついたら僕乗ってました。あ、ひよちゃんが、初めて私に出た人前で涙しちゃいけないって自分で決めてるんですよ、うん、だからどんなに悲しい番組がやってても、うん、そこでゲストできません、絶対泣かないんですよ、うん、泣けないんですよ、泣こうと思っても、うん、だから一見冷たい人間なんだなって思われるかもしれないの、全然そうじゃないんですよ、うん、でね、でもその時はすごい怖かったの、絶叫マシンが、うん、乗るまでさ、私絶対大丈夫っすんだ、大丈夫って言ってましたけど、うん、あれだけはダメでした。そういう矢部ちゃんはどうなんですか、ゲームはやるんですか。やります、ゲームセンター行きます、1週間に1回は行きますよ。お、週1で。うん、あ、ほんと。コンスタントに行きます、ね、何とかやってんの。私はね、ぷよぷよとか、うん、テトリスとか、うん、こう車のカートレースとかを得意なんですよ、うん、またダメそうだね。ダメだよ、よかったですよ、すごい。あのマネージャーとやりましたけど、男のマネージャー勝ちました。なんかやめる、素晴らしいですイメージ違うよね、絶対こうやってカーブとかまっすぐ直線ドーン、いかないんですよ。違うよ、それが私のいいところなんです、ゲームのうまいところが。ゲームはもううまいんだ、ゲームになるとなおっとりしてないんだ、はい、激しい、オラって、うん、はい、家ではゲームは家でもしますよ、うん、今までで一番好きだったゲームは何。今まで好きだったのはね、うん、昔のゲームなんですけど、高橋名人とか好きなんですよ、高橋名人アイスランマー
アイスクライマーもありましたね。よりによって高橋名人好きですか。スーパーいいよね、高橋名人。ね、いいですよ。冒険島とかすごい。そう、やり投げるのこうボン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 。ねえ。そうそうそう、あまりに記憶の片隅のゲームすぎてそうだったかどうか思い出せないですけど。いやいや面白いよ。面白いですよ。タラ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 。そうそう、あのリンゴとかバナナとか取るの。およ、そう、ね、俺リカちゃんとねちょっと共通するとこあると思うよ、うん、なんかね、あのそれ一緒にレポーターのロケとか言ってもね、わけのわかんないおもちゃとか買うのよ。面白いよね。いいよね。ちっちゃいこうラジコンカーとか好きですか。あ、ラジコンはねちっちゃいっていうか大きいのが好きなんですよ私は。あ、大きいの、うん、あ、大きいのもいいと思います。でもちっちゃいのもいいですよね、あのミニ四駆みたいな。そう、ミニ四駆。 あとこうママごとセットじゃないですか。あ、ママレンジみたいなやつとかね。そうそうです、うん、好きです。私、うん、私も好き、ね。買ってどうすんの、家に置いてあるの。まずね、置いといて飾っといて、うん、飾っとくとな、気持ちがこういい感じになってくるんですよ。安らぎっていうんですか、うん、なんかおもちゃが私を守ってくれるって感じになるんですよ、うんうん、で私を見てるって思うんです、ね、元気になるよね、うん、さて、ゲームの情報に行ったと見てください。最新のゲームがありますので、VTR でちょっと見てもらいましょうか。聞いてくれよ。わかんない。ここでやべっちの腕が鳴りそうなゲームを紹介。ゲーガとおすすめやべっち向きゲーム、チェックを忘れるな。これぷよぷよです。ぷよぷよの一番新しいやつです。あ、ぷよぷよ大好き。ぷよぷよ364ってことはこれ64ですか、うん、もう出てますね、すでにね。ぷよぷよ好きでしょ。大好きです。ちっちゃいミニゲームを持ってますよ。女の子はこれでのパズル系好きですね。大好き、パズル大好き。これがあれね、下から打ち上げて、これもううちの神さんが大好きなんですよ。パズルボブル。あ、これ好き。ゲームセンターでありますよ、よく。これ50円できるんですね。へぇ、でもこれ対戦すると腹立たない。一人やんで、一人で。あー、ごめん。やべちゃんは一人ですか。ごめん。一人です。一人のやべちゃんですから。そして、レースゲームも好きだということで、グランプリ。これはね、すっごい注目。何がすごいのさ、これの。すごい、すごいリアルな感じ。そうそう。本当に運転してる私とか思うんですよ。すごい綺麗じゃない、なんか。まあ確かにでもあれだね、車自体のクオリティがすごい上がってますよね。これはちょっと一緒に注目してるね。ね、やりたい。ね、やべちゃんもレースゲーム好きなんでしょ。大好きです。あんたもレースゲーム好きだよな。あとね、体感系とか結構あるじゃないですか。揺れたりとかするやつ、うんうん、あ、ゲーセンのやつ、うんうん、ああいうのとかすごい好きなんですよ。こうバン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 とか打ったりとか、うん、どう考えてもこうやってパッと2人見て俺の喋り方とかやべちゃんの喋り方聞いたら俺の方がテキパキやりそうじゃないですか、はい、レースゲーム、うんうん、私でも本当見かけによらずうまいんです。車の免許はない。なさそうだよね、なんかね。でもレースゲームをやらせれば機械値。ゲームやってる時っていうのは、はい、どういう気分なの。一人の世界に入ります。まずもうゲームに浸透します。バーってスカンと、はい、目の色が輝くんですよ、まずピカッとガーって輝いて、もうオーラが発するんですよ、その時に、はい、はい、もう無我夢中でやってます。また嘘つきが、ね、一人の世界に入るぐらいまでは本当だったんですけど、目が光るのは多分気分の中でそうだオーラになってくるともう嘘です。嘘なんだ、半分ぐらい。まだ見分けがつかないんですか。なんかこうなんかムーンライトみたいのがふわーって出るんですよ、はい、ムーンライトってもう説明するのはそれほどわからなくなりますんで、よろしかったらまとめていただけますか。え、このコーナーをですか。このコーナーまとめてください。このコーナーね、はい、あのまあ、64ね、はい、64は持ってますか。持ってます。あ、持ってますか。じゃあ次のコーナーで矢部ちゃんと実際にゲームをやることにしましょう。こういうふうに無理やりまとめといた方がいいと思いますんで、はい、はい、オールディーズコレクションです。同名の映画が原作のゲーム、スパルタン X。 舞台は謎の組織 X の館。その最上階に囚われたシルビアを助け出すのがこのゲームの目的。迫り来る敵をなぎ倒し最上階を目指せ。今週は矢部美穂ちゃんをゲストにお迎えしております。はい、はい、あのもう一回だけ聞いておきますけども、はい、あのマリオカートとかやるんですよね。やります。64でしょ。64ですよ。そうそうやすよ。で得意なんですよね、はい、得意です。いつも1位になります。お、あの優勝第1位いつも残ってますから。お、は
はい、じゃあ今回あのご用意したゲームなんかもきっと得意ですよね。そうね、そうだと思いますよ。今回はね、はい、もうほんとみほちゃんのためにスノボキッズっていうのを。スノボキッズ64の新しいスノーボードのレースのゲームです。スノーボードのあとアーケードのやったことある？あります、あります。あ、じゃあ大丈夫かな、うんうん、みんな対戦して対戦勝ったらなんかくれるんですか？勝ったら矢部ちゃんは嘘つきじゃなかったことになる、うん、もし勝ったらなんか言うこと1個聞いてください。お、いつでもいいですか？ああ、言うこと、矢部ちゃんの言いなりチケットをじゃあ1枚、はい、1枚ください、ね、分かりました。その代わりね、はい、もしあなた負けた場合嘘つきってずっと言いますからね、はい、いいですよ、全然全然面白そうやりましょう。今回3人が対戦するのはこのゲーム、スノボキッズ。コミカルな雰囲気のスノーボードゲームだ。選べるモードは3種類。ポイントを貯めると新しいボードを買うこともできるぞ。もちろん最大4人まで対戦プレイが可能。さて、やべっちの手さばきを拝見。いよいよですね。デカデカ雪だるま。皆さんフリースタイルですか？うん。あ、敵ですね、じゃあ。いやいや、もともと敵だから何を選んでようが。みんな、早いじゃねえか、スタートからよ。え、こっちだっけ？やばい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 。どうしようやばい。あれ、どっちだっけ？よし、みんな引っかかれ。1位なのコンピューターが1位じゃねえかよ、今よ。誰もやってないやつ。あ、コンピューターもあんの？コンピューターの、デブチンコンピューターだ。待って、これ3人だけで。やったー、2位になったぞ。次1位です。目指せ1位です。大丈夫です。私にちょっと、ね、間違ってしまったんですよ。ちょっとつまずいただけです。ゲーム、またやばい、地味な番組になってる。だって違う、ゲームやって喋れなくなるじゃないですか。しかもこの長いと困るし、結構振動パック着地した時とかにも来るんだね。よし、一終わり。よし、そこでつまずいてください。そこがね、一番難しいよね、そこ。あ、これ何、もう一回カートに戻るんだ。よしよし、行ってた。あ、ダメ。ジュース、僕リフトタイムでしょ。リフト行くです。お、やった、つまずかない、行きました、リフト。あ、行きました。あ、ゲーム、あ、いい感じに行ったんだけどね。いや、君まだリフトなんか乗ってるばっかりですよ。なんか興味もないし。もうちょっとでゴールが近づいてきます。さあ、私伊集院さんを抜かせることができるでしょうか。いや、俺今んとこどれぐらい差があるんだろう。今俺が入ったから、私、あ、俺矢部ちゃんと今3秒ぐらいしか差がないんじゃないかな。またなんか体ない落としただろ、今私落とした。しかもほとんど差はないんじゃない。そしたら今、うん、今私が今トンネルの、あー、私サイになっちゃった。出口、いつの間に入り口はそんな追い上げてきたの。またなんか来た。うわー、ムカつく。いや、また誰かやった。僕が打ちました。今やばいんじゃない？じゃあコンピューター1位になっちゃう。あ、まあ、ちょっとやばいかな。もうゲームの正解やめちゃう。幼稚園でやっちまったな。やっちまったな。早く。あ、もう一回やっちゃった。やっぱり早く。一回トップになれると思ったのに。ねえ、待って、うっそ、まただよ俺。あ、やばい、良いな、ちょっと。よし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 。出川さん、みんな下手くそだね。早く同じじゃないですか。だってみんな3位だったら4位になったりとか。じゃあそれはほら、ドラマチックに盛り上げるための演出だからさ。同体です、同体。何言ってんですか。同体です。あ、ゴールした。やられた。イエーイ。私いいからトップだもんね。やっぱ見せるよね。アクトレスは違うよね、やっぱりね。誰がアクトレスだよ。そう思わない。あー、3位で負けた。よしよしよし、2位。イエーイ。誰かさ、すっごいゲームうまいっていう触れ込みのゲスト今日いたよね。うん、いたよね、いたよね。彼女何位だったのかな。彼女はね、ほら見てください。3位。3人中の。そう、3人中の3位。もうちょっともう何それ。もうやだ、もう本当に。違う、本当に強いっていう人はずっと1位取ってますよ。私ゲームうまいですから。うまいね、何がじゃないですか。私なんて B からトップですよ。やっぱゲーマーですよね。結構うまいでしょ。その3人が争ってたってことは3人が同じってことで。別にね、1秒だろうが1分差だろうが、3位は3位、ビリはビリ、1位は1位。あの人もうダメ。ムカつく。ほら、またムカつくゲストになってるから、ね、ムカつかれてるがすごい。この番組の伝統はゲストをムカつかせても俺たちが楽しければいいっていうのが伝統だから。オールオッケーみたいなね。やめちゃん、嘘つきって溢れてる。いいです、私は嘘つきじゃないです。視聴者の皆さんは知っています。いや あ、惜しかったな。ということで、面白いゲームだったんで、これね、スノボキッズね、発売したらぜひ買いたいね。もう買いっていう感じ。いや、このゲームの感想は、
もうやだよなんかもう台本ちぎりに入ってるもん、疲れちゃって。てか私2位だったのに、うん、3位だし、あの人ほら3位だった、うん、でもコンピューターは強いんだよ一番。そのコンピューターが4位ってことは私たち3人はなかなかやるということで、怪獣作戦だぞ俺たちのことも褒めつつ自分も仲間に何なんでしようっていう。以上おい番組全部をまとめるな。ゲームカタログでした。いや全部まとめるな発売間近のゲームをゲームのことなら何でも任せのファミ通レビューアーが採点。今週の審査員はこの3人。独特な世界観が特徴の 3D ダンジョン RPG の最新作、登場する悪魔は300体以上、悪魔との会話のバリエーションが増えるなどよりパワーアップしているぞ。入るたびに形が変わるダンジョンを探検し、魔物の卵を集めるのが目的の RPG。 女の子と仲良くなったり、稼いだお金で町を発展させることもできるぞ。冒険の始まりだぜ。フレイムソード。アーケードで人気のクイズゲーム、イベントやクイズが増えたアットホームモードや、育てた娘とデートができるラブラブモードなどが追加されているぞ。今週はやめりほちゃんをゲストにお迎えしております。はい、もう時間の方が最後になるんですけど、うん、早いですね。まあ、あのちびすけの方からお仕事のお話なんかあ、そうですね、今ちょうどドラマやってるんですよ、うん、ええってやってるんですよ。毎週月曜日夜8時からですね、研修医7個というドラマです。佐藤愛子ちゃんが、はい、耳の騎士と佐藤愛子さんです。演技昔苦手だったでしょ。割と苦手です。今も苦手、今も苦手なまま頑張ってる、うん、あの演技の時もそういう喋り方、はい、ていうかそういうキャラクターしか来ないんです。もう逆に向こうが合わせろと。で向こうが合わせてくれたら、でもいいよね、色があるってことだから。まあそうだろう、うん、まあシリアスの役やったことないです。なあ、 あんまり色と違うもの来られてもね矢部ちゃんに学生横綱の役やらされたって台本それはだってかけ離れすぎじゃないよ、まあまあ、ちょっと小悪魔とかさ、まあまあ、手玉に取るぐらいの男をねやりたいですね。ちょっとこういうやつ、ね、なんだこれは、また分かんなくなっちゃう。あ、イザナ、これは誘ってるんですか。そう、カモンっていう、ああカモンっていうやつとか、いい女風のね、はい、ね、そういうね、役どころの、はい、やべちゃんもね、かなりレア度を発揮するんでしょうね、ぜひですね、あのファンの方なんか、はい、ゲームセンターでやべちゃんを見たらですね、これ話しかけないでください。そうです、一人の世界が、あとオーラが出てるというのは嘘かどうか確かめてください。出てます、はがきをください、ということで今週のゲスト、はい、やべみほちゃんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。1カメさんも本当にオーラでしたね。すっごいですこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
はい、